はい、こんにちは、フヨタスです。今日もこの巣箱の前にやってきました。じゃあ今から段上げをします。ミツバチの巣箱の達成作業ですね。巣はミツバチの体から出る蝋でどんどん大きくなります。私が飼っている巣箱は重箱式といって、巣が伸びてきたら下に箱を足さないといけません。巣箱を足すときは巣箱全体をよっこいしょと持ち上げる必要があります。蜜がパンパンに詰まってると1段で6キロぐらいになります。超重いんですよね。今日はジムで筋トレして筋力鍛えてきたんで手で上げてみます。よし、行くぞ。じゃあ行きますよ。巣箱全体50キログラム未満、そんなに重くはありません。重すぎて無理でした。5段ぐらいなら持てるんですが、7段は無理でした。皆さんは力を欲していますか？今回は古代から伝わるあるアイテムを使って力を増幅させます。そのアイテムとは滑車です。中学校理科とかでみんなが習う滑車の原理ですね。動滑車と低滑車組み合わせるとなんか物が軽くなるあれです。すごいね。滑車は建設業のクレーンやエレベーター、救助用器具などこの世界で大活躍してます。アマゾンでホイストロープっていうのを買うと、この古代の力を3000円で得ることができます。というわけで今回はホイストロープでミツバチ巣箱の段上げをします。他の方がやってたののパクリですね。でっかい脚立にホイスト吊り下げて巣箱をクレーンみたいに吊り上げます。結論から言うとうまくできました。問題点もいろいろあるんですが、クソ重いものを持ち上げるのは楽しいです。じゃああとは作業する動画です。見えるこれ。すんごい高い。長い600ミリのクランプを2本持ってきたんで。これににじめ紐通して吊り上げます。簡単ですがずれやすいので、他にもっといい方法があるかもしれません。これがあの滑車のロープホイストです。同滑車3つが組み込まれていて6倍のパワーが出せる仕組みになっていました。すごいですね。耐荷重100キロまでいけるので余裕で巣箱はいけます。ただ2つ欠点があって、紐が細くて持ちにくいというのと、ラゼット的な機構がないので用重時に手を離すと荷物が落ちて危ないです。50ラショーも降りたり。でこれを玉掛けしていかないといけない。いい感じの穴に紐を通します。クランプは普通に用途外仕様なので、これで事故っても自己責任です。緊張する。失敗したらこいつら全員投去する羽目になるかも。一人ではやらない方がいいな。これ釣った際衝撃を与えるとミツバチが逃げ出す危険があります。じゃあ行くよ。せーの。クランプがめっちゃずれて編集中冷や汗でした。滑り止め対策が必要ですね。ってうんもロープが細いので力が込めにくく、手離すと巣箱が落ちてくので地味にきついです。
ただ片手で保持できるくらいの重さに上がりました。いいですね。下に段を入れます。一段入れて怒らないで。揺れてはいますが、振動が少ないのかミツバチはおとなしかったです。下ろす時も結構緊張します。潰されんなよお前ら。7段プラス1で8段。もうこれが限界だね。三脚ってなんだっけ。うん、成功。はぁ、生きた心地がしない。でもこのクランプすごいね。600mm の方が 300mm のオレンジのやつより全然しっかりしてる。この緑のクランプいいっすね。耐荷重あるか。ミツバチもね、一瞬で適応してますね。これはマコラですね。チョコ開けてますか。なんか黄色スズメバチが結構中に入ってね。ほらほらほら、いる。ほら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 、やばい、入ってる。え、こんな入ってんの。この数。換気で入り口を大きく開けていたら黄色スズメバチが侵入していたみたいでした。熱殺補給でみんな倒されてました。すみませんでした。よいしょ、あれあげよっか。じゃこれどうぞ。何飲みに来たね。今日はホイストとあと三脚を使った段上げをやりましたと。できるね。クランプが意外と使いやすかったな。他転倒の危険あるんで、なんかずれないようにしたり、あとは二人組でやるとか、周りに気をつけてやった方がいいですね。